日刊月曜ご覧の皆様ごきげんよう。はい、ついにね4日目となりました。妙画企画続きますね。妙画企画続きます。もしかしたら涌井翔さんが好きになるまで。マジっすか。もうじゃあもう嘘で好きって言うしかないです。ダメですよ。ダメですよ。ダメですね。本心から好きになる、ね。じゃ あの本日もですね、とりあえずあのクッキングスタジオの松間さんに、VTR を台所から台所から台所じゃないクッキングスタジオじゃあ行きましょう。日刊元帥皆さんこんばんは。4日目です。はい、黒崎翔さんの、涌井翔さんにみょうがを食べさせよう、企画、いやそんな名前なのかよくわかんないですけども、4日目、さすがにちょっとなんか簡単すぎるものが続いたなと思うので、今日ちょっとあの豚肉とみょうがのさっぱり炒めっていうのをねやろうかと思います。まあ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 、使うもの、まあ使うものも結構少ないんですけど、まあちゃちゃっとこうできるもので、まあでも少し、肉でも食べたらいいじゃないというところで、ちょっと炒め物にしてみました。はい。では、作ってみまーす。豚肉。ちょっと厚めのロース肉でーす。これをちょっとそぎ切りにしていきます。別にあの、薄切りの肉を買ってきてもらっても全然いいので。結構こうやって削いだ肉って意外と美味しかったりとかするんですよね、食感が。で、こう削いだお肉に生姜をよく混ぜて揉み込んだものを、フライパンで炒めて火が通ったら、ノンオイルの青じそドレッシングってあるじゃないですか、あれをささっとかけます。で、水分を飛ばしたらみょうがと、これはみょうがは火を通さずに、あの、あくまでもね、みょうがの、あの、風味を残すということで、あの、火を通さずに、そこから、火からあげて、みょうがと和えます。こんな感じですね。で、これでね、炒めて和えたものがこちらにね、用意してあるんでっていう流れなんですけど、今回は用意してません。ちょっと炒めます。これ割と跳ねるんで気をつけてください。こっちと混ぜます。うん、美味しそう。そしたらお皿に移してみょうがを盛り付けて、はい、出来上がりです。みょうがと豚肉の、さっぱり炒め。はい、はい、なんか今日のすごく美味しそう。美味しそうでしたね。うん、ちょっとシュシュシュやってました。そう、なんかなんだろうね、あの手さばきやっぱりね、いいですね、手際が、うん、すごいいいよね。さあ、じゃあそんなこんなで、シェフ真島を呼んでみましょう。真島シェフお願いします。はい、4日目にしてやっとちゃんと調理してみました。火がちゃんと通ってあいいですね。なんかあの、あえてやったり肉はすごい、美味しそうです。美味しそうです。あ、よろしいですか。はい、これは何、豚肉と、みょうがのさっぱり炒めらしいですね。はい、いいですね。生姜も入ってるんですもんね。生姜も入ってるんです。だからちょうど生姜焼きの昨日触れたね。そうですね、うん、いい、もう絶対美味しいと思う。これいける気がします、さすがに、うんうん、ちょっとじゃあ食べてみる。はい、ちょっと待って待って、みょうが今よけたでしょ。みょうがよけたでしょ今。みょうがだってこれみょうがを乗せないといけないからね。そうですね、そうですね。みょうが肉だけ食っても若干よけてんだもん。だって本能で、本能でよけてました今。いいですか、のいいですね、乗ってますよ、乗ってますからね。はい、いただきます。さあ、あ、美味しいです。美味しい。というか、みょうがが、あれ、いない。
両金がいない。結構乗ってたよ。いや、いないです。ないんだ。あ、いや。ひょっとしたら、後から来るんだ、こいつ。後から来ますわ。やっぱ主張してきます、後から。主張してきた。うん。最初、うん。最初美味しかったんですけど。最初美味しかったけど。後から来ました。後から高かった。じゃあ俺はこんな感じでいただこうか。乗ってますちゃんと。ねえ。苦手じゃないですか、まさか。黒崎さんも。いや、苦手じゃない。苦手じゃない。まさかね。いただきます。美味しいですよね。うん。美味しい、これ。肉は美味しい。普通に生姜焼き。うん。だから昨日のあの、これはあの兄弟だよね。そうですね。兄弟入ってる。生姜とみょうがのコラボレーション。うん。いや、これ普通に美味しいよ。あの、みょうがっぽくない。みょうがっぽくないですね、うん、一番。でもね、これみょうがは後からその炒めたりせずに、そのまま乗ってるんで、うん、ほぼだから生ってことですよね、うん、これはあのみょうがの嫌いな人でもいけるかな。いけます。いける。あんまり、いや、なんかもうなんか大丈夫になってきましたね、本当に。みょうがは本当に。じゃあ、あのみょうがだけいってみます。みょうがだけいってみます。マジですか。あのみょうがだけ、ちょっとみょうがだけいってみてよ。いけるかもしれないです、もう肉で、お肉でね、あの匂いが消えてる。そうですね、お肉は好きなんで、その匂いでこう、うん、これですね。そう、みょうがだけ。みょうがだけ。みょうがだけ。いただきます。さあ、さあさあ。どうなの？どうなの？やっぱちょっと。いや、やっぱ何かと一緒に食べないと、ちょっと、きついですね。ちょっときつい。ちょっとやっぱきついなぁ。実際に、そのまあ、みょうがをね、今4日間食べてきて、みょうがの何が嫌なの？なんかあのパクチーとかも苦手なんですけど、やっぱそういう香草系、うんうん、なんか匂いがあるじゃないですか、強い独特の匂いね。それがちょっとやっぱり強い、うん、強いんですよね、やっぱそれだけ食っちゃうと。そうなんだね。ちょっと慣れないな。お腹壊すな。お腹壊したの？そろそろ。大丈夫大丈夫大丈夫ですかね。みょうがってだって体にいいんでしょ、多分。いや、まあ良さそうですよね、うん、絶対いいと思う、薬味的な。ということで、じゃあ、あの続き、明日、いや、続く、まだあるんすか、マジっすか、続く。じゃあ、あの明日に期待して、ね、今夜はお別れしましょう。はい、はい、黒助こと黒崎蓮と、涌井翔太でした。バイバイ。